え河合祐介のところにも芝木隊が。ねもうそういうバカなことばっかりやるもんですから、だからこっちとしてもね、そしたらじゃあ河合祐介頑張れってやらざるを得なくなるわけですよね、うん。ほっときゃいいのにね、あんなジョーカーなんてね。ジョーカーなんてほっときゃいいのに、それをわざわざ応援しに来るもんだから、あの河合祐介頑張れってやらざるを得なくなるんですよね。うん、<laughs> まあ河口の方はね、まあ、ヨクがね。 なんかいろいろやってるっていうね、芝木隊でしたっけね、芝木隊の連中が、えー、関係ないところでなんか騒いでるっていうのでね、あの川口はですね、埼玉2区なんですよ。埼玉2区で、で、違うところの埼玉の選挙区で、河井祐介っていうのが出てて、で、それにですね、パイオク芝木隊残党一味が来てですね、妨害しているっていうですね。<laughs> いや、私もね、ちょっとだけ動画見たんですよ。なんか、暴行かなんかしたのかな 暴行かなんかして、で、それをあのー、動画に撮られてて、そのパヨクにね、お前今暴行したろうっていうんでね。ほんであのー、撮られてて、で、ほその暴行したあのー、パヨク柴木隊残党一味がこう固まってたっていうね。もうこう、身動き取れなくなる。もう、こう、プルプルって震えながら固まっていたっていうね。あの、みっともない姿ですね。私見たんですね。いや、もうあの連中もね、やるんだったらやりゃいいんですよ。本性がないですからね。今パヨクがね、こう、金がなくなってね、 んで、あの、人を集めることさえできなくなって。で、この間、うちがですね、日本第一党で、あの、千葉県でね、えー、でもやったんですよ。で、それに、妨害者がゼロ。<laughs> で、名古屋でやったやつが、外線やったんですけど、ここが一番、こう、妨害が来たらしいんですけども、それでも、10人ぐらいとか言ってたかな。はい、来て、ただ、わー,わーわーわー言ってるだけでね。でもその程度ですから、ね。 まあ金がないというのが一番でしょうけれども、さっきも言ったけどね、家族自身が生活できなくなってるんです、今。外国人に仕事みんな取られちゃって、で、特にあの連中ね、見てりゃ分かりますけれども、本当に社会の底辺でしょだから本来だったらあんたたちが一番最初にね、その、日本守れて声を上げなきゃいけないのに、そのわざわざね、 わざわざ外国人の人権守れってやってるんですよ。こきたねー親父とかね。なんかこうね、一週間ぐらい風呂に入ってないようなね。そういうあのババアとかがですね。あのこう、なんていうのこう中指突き立ててるでしょもう本当にあの連中気持ち悪いんだよね。